カッシーニから見た木星。これまでで最も詳細な木星の色相である。木星探査は太陽系第5惑星である木星へと何らかの探査装置を送り込み、地形や気象などの情報を収集することである。外惑星へのミッションは木星をフライバイして加速する必要があるため、木星は最も多く訪れられた太陽系の外惑星となった。さらに多くの木星探査ミッションが検討中であり、2016年以降に木星に到達する予定である。探査機を木星に送るまでには、特に大量の燃料を必要とする点や厳しい放射環境など多くの技術的困難が存在する。現在のところすべてのミッションはアメリカ航空宇宙局によって実行されてきたものであり、無人探査機による接近探査で行われている。木星を最初に訪れた探査機は1973年のパイオニア10号で、2ヶ月後にパイオニア11号が続いた。木星の最初の接近写真を撮影したほか、木星の磁気圏と巨大な内部流体を発見した。ボイジャー1号とボイジャー2号は1979年に木星を訪れ、木星の衛星と木星の間を観測し、イオの火山活動やエウロパ表面の水で構成された氷の存在を発見した。ユリシーズは1992年と2000年に木星の磁気圏をさらに詳細に観測し、カッシーニは2000年に木星に接近し、木星の大気の非常に詳細な写真を撮影した。ニューホライズンズは2007年に木星を通過し、木星及びその衛星のパラメータを詳しく測定した。ガリレオは1995年に木星に到達し、2003年まで観測を行った。この期間にガリレオは木星系についての大量の情報を集め、4つすべてのガリレオ衛星に接近し、そのうち3つが薄い大気を持つ証拠と表面の直下に液体の水を持つ可能性を示した。また、ガニメデの磁気圏も発見した。木星への接近中、シューメーカー・レビ第9彗星の衝突にも遭遇した。1995年12月、木星の大気に大気プローブを送り、現在のところ、木星の大気に入った唯一の探査機となっている。アメリカ航空宇宙局が計画する将来の探査機には、2011年に打ち上げられ、木星の極軌道に入って、木星が個体核を持つのかを調査するジュノーや、2020年頃に打ち上げられ、惑星系、特にエウロパとガニメデを探査し、エウロパの氷の下に液体の海があるか否かという長年の論争に決着をつけることを目的とするイジザムなどのミッションが明らかになっている。地球から太陽系の他の惑星への飛行には大量のエネルギーを必要とする。地球の軌道から木星に到達するのと、最初の軌道に投入するのと、でほぼ同程度のエネルギーを必要とする。軌道力学では、このエネルギー支出は宇宙船の速度の正味変化、すなわちデルタ V で規定される。地球の軌道から木星に到達するまでに必要なエネルギーは、地表から低軌道に到達するのに必要なデルタ V が 9.0 秒速 9.5km で、あるのに対し、約秒速 9km である。しかし、地球や金星でのフライバイによって、打ち上げ時に必要なエネルギーを減らすことができる。一方で、直接木星へ向かう軌道に比べて、かなり長い飛行時間が必要になるという問題もある。秒速 10km 以上のデルタ V が可能なイオンエンジンが、ドーンの打ち上げに用いられた。これは、フライバイを使わずに、地球の公転半径と同じ軌道上から木星へ到達するのに十分なデルタ V である。また、木星では大気圏から液体で構成された内部に滑らかに遷移しており、着陸可能な個体の地表がないという点である。さらに木星の大気圏を降下するプローブは最終的には木星の巨大な圧力に破壊されることになる。別の主要な問題点は、木星の周囲の激しい過電粒子環境に由来する放射線量である。例えば、パイオニア11号が木星に最接近したとき、放射線レベルはパイオニア計画の設計者が予測していたより10倍も強力で探査機が生き残れないことが心配されたが、いくつかの小規模な故障だけで探査機はバンアレン帯を通り抜けることができた。しかし、放射線により誤ったコマンドを画像線光計が受信したことで、イオの画像の多くが失われた。後続機で、より技術的にも進歩したボイジャーでは、高レベルの放射線に耐えられるように再設計された。木星の軌道に8年間以上滞在したガリレオでは、プローブの浴びた放射線量は設計値を大きく超え、機器が何度か故障した。探査機のジャイロスコープのエラーは増え、回転部と非回転部の間で、時々放電が起こって、セーフモードに入った。そのため、16週目、18週目、33週目の軌道データは欠損している。また、放射により、ガリレオの超安定随小振動子の位相シフトが起こっている。パイオニア10号は木星を訪れた最初の探査機となった。木星探査を行った最初の探査機であるパイオニア10号は、1973年12月に木星を通過し、13ヶ月後にパイオニア11号が続いた。パイオニア10号は木星とガリレオ衛星の最初の探査機は惑星の大気を観測し、磁気圏と放射帯を検出し、木星は主に液体でできていると結論付けた。パイオニア11号は1974年12月4日に木星の雲の上端から 34,000km の距離まで最接近した。大赤斑の画像を撮影し、木星の極地方を初めて観測し、木星とカリストの質量を決定した。2機の探査機により集められた情報は、将来、木星の環境により耐えられる探査機を設計するのに役立った。ボイジャー1号の木星への接近。ボイジャー1号は、1979年1月から木星の撮影を開始し、1979年3月5日に木星の中心から 349,000km の距離に最接近した。この接近は、より解像度の高い撮影を可能としたが、フライバイの短い期間のため、木星の衛星、間、磁場、放射環境等の観測を48時間以内に行わなければならなかった。ただし、ボイジャー1号は、写真の撮影は4月まで続けた。ボイジャー1号のすぐ後を、ボイジャー2号が追いかけ、1979年7月9日に、木星の雲の上端から576,000km まで最接近した。ボイジャー2号は、木星の間を発見し、大気の複雑な渦構造やイオの火山活動、ガニメデのプレートテクトニクス、カリストの多くのクレーター等を観測した。ボイジャー計画は、ガリレオ衛星についての理解を大きく進め、また木星の間を発見した。木星の大気の最初の接近写真を撮影し、大赤斑が半時計回りに進む複合嵐であることを明らかにした。帯状の雲の中に一連の別の小さな嵐や渦が発見され、また、間のすぐ外側を2つの新しい小さな衛星、アトラステアとメティスが公転していることを発見し、探査機が発見した初の木星の衛星となった。3つ目の新衛星テーベは、アマルテアとイオの軌道の間で発見された。イオにおける火山活動は、予期しない最大の発見であり、地球以外の天体で初めて発見された火山活動であった。ボイジャーは9回のイオの火山噴火を記録し、それ以外の噴火が起こった証拠も発見した。エウロパはボイジャー1号の低解像度写真で多くの興味深い線状構造を見せた。最初は科学者はこの構造が地殻隆起かテクトニクスの過程で生じた深い溝であると考えた。しかし、ボイジャー2号による高解像度写真では地質学的特徴は見られず科学者を困惑させた。ここからこの溝は地球の海氷と似たものであるという説やエウロパの内部は液体の水であるという説と多くの説が提案された。エウロパはイオの10分の1程度の潮汐熱のため内部が活発であり結果として 30km 以下の厚さの薄い氷の地殻が 50km の深さの海に浮いた構造をしていると考えられている。1992年2月8日、ユリシーズは木星の北極から45万1000km の位置を通り過ぎた。このフライバイはユリシーズを超高軌道傾斜角の太陽軌道に投入するために必要であり、王道に対する傾斜角は 80.2 度に増加した。巨大惑星の重力は探査機の飛行経路を軌道平面から離れて内側に曲げ、太陽の北極と南極を通る最終的な軌道に投入した。探査機の軌道の大きさと形はより小さな角度に調節され、その結果、遠日点を約5天文単位に置いたまま、近日点を約1天文単位にした。木星への接近中、探査機は木星の磁気圏を測定した。探査機にはカメラは搭載されなかったため、画像は撮影されなかった。2004年2月、探査機は再び木星に接近した。この時は惑星からの距離はもっと大きく、約2億4000万キロメートルであったが、木星をさらに詳しく観測した。これまでで最も詳細な木星の地図は、カッシーニによって作られた。図の中心は南極、端は赤道である。2000年、土星に向かう、途上の土星探査機カッシーニは木星で、フライバイを行い、それまでで最高の解像度の画像を撮影した。最接近は2000年12月30日で、多くの科学的観測を行った。1ヶ月のフライバイの間に、約2万6000枚の画像が撮影され、観測可能な最も小さな構造物は直径 60km であった。2003年3月6日に木星の大気が循環しているというフライバイでの主な発見が公表された。木星の大気では暗いベルトと明るいゾーンが交互に並び、淡い雲を持つゾーンはかつては上昇気流が発生している場所であると考えられていた。しかしカッシーニの画像の分析で暗いベルトにも地球からは見えない程度の大きさの明るい白い雲があることが明らかとなった。その他の大気の観測の成果として大赤斑に匹敵する大きさの暗い楕円の渦が木星の北極付近にあることが明らかとなった。赤外線画像は自転方向の帯と反対方向の隣接する帯からなる極付近での循環の存在を明らかとした。同じ公表の中で木星の環の存在についても言及された。環中の粒子によって散乱された光は、粒子の形が球形ではなく、不規則で、木星の衛星、おそらくはメティスとアドラステアに衝突した流星塵による噴出物に由来することを示した。2000年12月19日、カッシーニはヒマリヤの非常に低い解像度の画像を捉えたが、遠すぎて詳細な構造は見られなかった。ニューホライズンズによって2008年に記録されたイオの火山活動太陽系外縁天体探査機であるニューホライズンズは冥王星への途上、木星でのフライバイを行うために1990年のユリシーズ以来の木星に向けて直接打ち上げられた探査機となった。ロングレンジリコネッサンスイメージャは2006年9月4日に初めての写真として木星を撮影した。2006年12月には、さらなる木星系の探査を開始し、2007年2月28日に再接近した。木星に接近している間、ニューホライズンズの機器は、木星の内衛星、特にアマルテアの軌道の精密な測定を行った。カメラは、イオの火山活動も観測し、4つのガリレオ衛星すべてを詳細に観測したほか、ヒマリヤやエララ等の外衛星も長距離から観測した。探査機は木星のオーバル BA や磁気圏、薄い環の観測も行った。2007年3月19日、コンピュータが修理不能のメモリーエラーを起こして再起動してしまい、探査機がセーフモードに入ったが、探査機は木星の磁気に関する少しのデータを喪失しただけで、2日間で完全復帰した。この他にデータの喪失を伴う事象は発生しなかった。木星の観測対象としてのサイズが大きいことと地球からの距離が冥王星と比して近いこともあり、ニューホライズンズは本来の目的である冥王星よりも大量のデータを地球に送信する結果となった。ガリレオは1995年12月7日に木星の軌道に入った。ガリレオは木星の軌道を7年以上にわたって35周も回り続け、2003年9月21日に意図的に木星に衝突させられた。光力アンテナの展開に失敗したために予期したほどではなかったが、この期間に木星系についての多くの情報を収集した。8年間の観測中に探査機として初めて成し遂げた主要な出来事には、すべてのガリレオ衛星とアマルテアでの複数回のフライバイがある。1994年の木星に接近する途上には、シューメーカー・レビ第9彗星の衝突を目撃し、1995年12月には木星の大気圏に大気圏プローブを送り込んだ。シューメーカー・レビ第9彗星の衝突の際にガリレオから数秒おきに撮影された画像。木星の暗い側に彗星のかけらからの火球の一つが見える。ガリレオ探査機のカメラは1994年7月16日から22日の間に木星の南半球に約秒速 60km の速度で衝突するシューメーカー・レビ第9彗星のかけらを観測した。これは地球外での太陽系天体での衝突の最初の直接観測であった。衝突は地球から隠れた側で起きたが、当時木星から 1.6 天文単位の距離にいたガリレオは衝突が起こる様子を観測することができた。木星の雲頂の通常の温度が約 130K であるのに対し、ガリレオの機器は最大温度が約 24,000K にもなる火球や火球から約 3000km の高さにまで達するプルームを検出した。大気圏プローブは1995年7月に探査機から放出され、1995年12月7日に木星の大気圏に突入した。木星の大気圏を降下した後、プローブは熱シールドを投棄し、パラシュートで 150km 下降して、圧力と温度で押しつぶされるまでに 57.6 分間のデータを収集した。その後、プローブは溶け、おそらく蒸発したはずである。ガリレオ探査機自体も2003年9月21日に大気圏に突入し、同じ運命をたどった。エウロパに衝突して環境を汚染する可能性を避けるため、時速 50km 以上の速度で突入し、より早く同じ経過をたどるようにされた。ガリレオ計画の主な科学的成果には、次のようなものがある。アメリカ航空宇宙局は、木星を極軌道から詳細に観測するジュノーのミッションが進行中である。探査機は2011年8月5日に打ち上げられ、木星の組成、重力場、磁場、極磁場を観測する。またジュノーは木星が岩石質の核を持つのか否かや大気深部の含水量、木星内部での質量分布等、木星がどのように形成されたかのヒントを探す。ジュノーは時速 600km もの速度に達する木星の深部での風についても観測する。イジザムは NASA と欧州宇宙機関による木星とその衛星の探査を目的とした合同ミッションである。2009年2月、ESA と NASA は、このミッションを対探サターンシステムミッションよりも優先させることを公表した。この提案には、2020年頃に打ち上げ、NASA 主導の木星エウロパ周回機と ESA 主導の木星が2名で周回機から構成されることも含まれた。しかし、ESA の貢献部分については、未だ ESA の他のプロジェクトと資金をめぐる競争中である。エウロパガニメデ、カリストには地下の液体の海が存在する可能性があることから、詳細な観測について興味が持たれてきたが、資金的な困難さから実現は遅れてきた。エウロパオービターは NASA が計画したエウロパへのミッションであったが、2002年に中止された。その主要な目的には、地下の海が存在するか否かの確認、将来の着陸ミッションのための着陸地点候補の探索等があった。その後、NASA の事務は2005年に中止となった。欧州のジョビアン・エウロパ・オービターミッションもかつて研究されていた。これらのミッションは、上述のイジザムにとって代わられた。木星が岩石質の核を持つことの確たる証拠はないが、ガリレオ衛星の存在が将来の木星の有人探査の可能性を提供する。特にターゲットとなっているのは生命の存在の可能性のあるエウロパと比較的放射量の少ないカリストである。2003年、NASA はガリレオ衛星への有人探査を含むヒューマンアウタープラネッツエクスプロレーションという計画を提案した。NASA は2040年代には挑戦し得るとしている。2004年1月に公表されたビジョン・フォー・スペース・エクスプロレーション政策では NASA は火星を越えた有人ミッションについて議論し、木星の衛星にはヒューマン・リサーチ・プレゼンスが理想的であると言及している。ジモが中止になる前、NASA 長官のショーン・オーキーフは有人探査が後に続くだろうと述べた。NASA は外惑星の大気からの資源採集の実現性についても検討した。特にヘリウム3は地球にはほとんどないが核融合燃料として質量あたり非常に高い価値を持っている。軌道上の工場がガスを採集し、機関機に乗せて地球に運ぶ構想であった。しかし木星系は一般的に磁気圏による非常に強い放射と特に深い重力緯度のため植民には不向きである。木星は、遮蔽のない世の植民者に対して1日あたり約36シーベルト、エウロパの植民者に対して1日あたり約 5.4 シーベルトの被爆を与え、数日間以内に死ぬ可能性のある被爆線量5シーベルトを超える。ガニメデは太陽系で最大の衛星であり、太陽系で唯一事情を持つ衛星であるが、木星の磁場に圧倒されるため、宇宙船を大きく遮蔽するわけではない。ガニメデは1日あたり約 0.08 シーベルトの放射を受ける。カリストは木星の強力な放射体からは遠くに位置し、1日あたりの放射は約 0.0001 シーベルトである。これに対して地球上の生物が1年間に受ける放射線量は約 0.024 シーベルトであり、天然の最も高い放射線レベルはラムサールの近くの温泉で記録された1年間あたり 0.26 シーベルトである。ホープ計画の最大のターゲットの一つはカリストであり、放射レベルが低いことと地質学的な安定性からカリスト表面への基地の建設の可能性が議論されている。カリストは有人探査の実現性がある唯一のガリレオ衛星である。イオ、エウロパ、ガニメデ上の電離放射線レベルは人間にとって致死的であり、十分な放射線の防護策はまだ開発されていない。表面に基地を作り、将来の太陽系探査の燃料を生産することは可能性がある。1997年にはエウロパへの植民を計画するアルテミス計画が提案された。この計画ではエウロパの地殻を掘削して想定される地下の海に入り、人工的なエアポケットの中で生活するとされた。ありがとうございます。